出かけですか？お疲れ様です。掃除ですが。ダメですか？すみません、リニア旧式ですので対応していないのですよ。そのですね、大変申し上げにくいことなのですが、リニア機械類が全然ダメなのですよ。すみません、機械類全般との相性が悪いようでして。はい、昔からリニアが機械を触ると大変なことになるのです。ですね、壊れてしまうのです。私でなく、私が触ったものが大体。そうなんですが、でも。はいです。高弘さん、すごいです。はい、わかりました。ですね、提案なんですが。やっぱりやめましょう。でも多分大変なことになりますよ。そうですよね。はい。行きますよ。
何を大暴れしているのでちゅか？何を所長は大暴れしているのでちゅか？いじめていたのでちゅか？ったく、リニアちゃんが伸びてまちゅから医務室まで運ぶでちゅよ。手伝うでちゅ。言い訳なんて男らしくないでちゅよ。所長、ちょっといいでちゅか？渡したいものがあるので、ちょっと秘書室まで来てもらえませんか？
これでちゅ。ついさっき萌子おばちゃんがこれを持ってきてくれました。図書室でこれをまとめてきてくだちゃい。愚痴を言ってないで早く図書室に行ってまとめてきてくだちゃい。なんでちゅか、その嫌そうな言い方は。そういうことにしておいてあげまちゅ。よろしくお願いしまちゅ。
Oh.